直木35、直木35、直木35、1891年、明治24年2月12日から1934年、昭和9年2月24日は、日本の小説家である。また脚本家、映画監督でもあった。現在、エンターテインメント系の作品に与えられる、直木35賞、通称、直木賞は、彼に由来する。 1891年、明治24年2月12日、現在の大阪市中央区安藤寺町2丁目に生まれる。本名は、植村総一、東洋史学者の植村誠二は実定。父の反対を押して、早稲田大学英文会予科を経て、早稲田大学高等師範部英語会進学したが、結社未納で中退。しかし、 早稲田大学へは投稿し続けており、卒業記念写真の撮影にも参加している。1920年、大正9年、里見トン、久米正雄、吉井さ田中淳らによって創刊された人間の編集を担当。その際には、上村総一の名を使った。1923年、大正12年の関東大震災以後は、 大阪のプラトン社に勤務し、川口松太郎と共に、娯楽雑誌、苦楽の編集に当たった。以後、次第に、時代小説を書くようになる。1925年、大正14年、牧野プロダクション主催の牧野肖像家に居候する。牧野肖像に取り入って、映画制作集団、連合映画芸術家協会を結成。映画制作にのめり込む。 1927年、昭和2年、牧野に出資させて制作した映画群がことごとく赤字に終わり、キネマ会時期にタグイス、映画など子供の遊びだと捨て台詞を吐いて、映画界から撤退。同年、牧野プロの大作、中根儀列、ミノルロック中心蔵の編集中に失火し牧野邸が全勝すると、火事場見舞いに訪れた直樹は、牧野から小遣いをもらった上、 マキノはこれで潰れると減伝。これがマキノのスター大量脱退の一因となる。1929年、昭和4年、ユ根ネ元大殺機で大衆作家として認められた。拷門開国期は月形龍之介の主演した映画、水戸拷門の原作にもなった。他にも、直木作品を原作とした映画は50本近くある。代表作となったのは、 おゆら騒動を描いた南国大兵器である。これは、三田村遠良が調べて発表したのを元ネタにしたため三田村が怒り、大衆文芸評判記を書いて、歴史小説、時代小説から無知を批判した。そのため、海音寺長五郎、芝良太郎、永井道子など、いずれも直木賞受賞の本格的歴史作家が育った。1934年、 昭和9年2月24日、結核性脳膜炎により、東京帝国大学附属病院で営民、43歳坊津、明日は作品にちなんで南国期とされた。直樹は職の字を分解したもので、35は年齢をもとにしたものである。31歳の時に直樹31の筆名で、時事新報に月表を書いたのが、 文筆活動の始まりで、以降誕生日を迎えることに、32、33と名前を変えていた。34歳の誕生日を迎えたとき、本人は、直樹34と書いた。しかし、編集者が勘違いから、直樹33と書き直してしまい、当の、直樹34はそれを訂正することはせず、直樹33を追っていた。しかし、33は、 字面が良くない、あるいは散々と読むことができたり、ミソソさんと呼ばれることを本人が嫌ったようで、直木35と名を改めた。それ以降は解明することはなかった。理由は36系逃げるにしかずと茶化されるのが嫌だったからだという。また菊池博士から、もういい加減、年齢とともにペンネームを変えることはやめと忠告されたからだとも言われている。他に、 竹林県ならなどの筆明もある。直樹の母方のおじの親友が、相撲界でパトロンを指す、谷町の語源となった石す女一である。臼の経営する大阪谷町六丁目、臼病院に病弱な直樹は幼稚園児の頃から通院。19歳の頃にはアルバイトで、学費も稼ぐなど、物心両面で世話になっている。このため、直樹は、 作家となった後もウスへの感謝を忘れず、自助伝、島までを語るで、嘘女一子の紹介で、小学校の代用教員になることになった。体ほとんど育つか、育たぬかわからなかった私が、とにかく、43まで生きてこられたのは、この人がいられたからである。と綴っている。また、ウスは、直樹の弟、聖児の名付け親にもなっている。 直樹はは十三と名乗っていた頃、牧野正造の家に居候していた。当時中学生だった、牧野正広は、なぜ直樹が家にいるのかわからなかった。牧野正広は、小学校三年までしか学校に行っていない父が、直樹が、早稲田中退というだけで、しかも在学中には、自分がファンだった、沢田昌二郎と同級だったということもあり、直樹のことをよく聞いて居候をさせていたのだろうと。 語っている。この頃直樹は朝から晩まで着物をぞろりと引っ掛けるように来て、牧野正弘を捕まえると、おい、正さと決まって、用を言いつけた。金もないのに、スリーキャッシュする、タバコを買って来いと言い、おっさん、金がないと答えると、盗んで来い。と怒鳴るような人物だった。牧野正弘は正意気ながら、早稲田大学中退程度で大した人だとは、 思わなかったと語っている。直樹は1925年、大正14年に、菊池博史を頭に連合映画芸術家協会を設立して映画制作に乗り出した。資金はすべて牧野肖像に出させていた。映画人からは、作家頃、映画頃と陰口を叩かれ、牧野正弘は、直樹35って男は、活動屋のブローカーになり下がったやつで、 金が欲しいだけで何も書かない作家だと人から教えてらったという。1926年、大正15年の山賊は、薪のプロの施設と資金で取り、直樹はただタイトルを出すだけで金を取っていた。牧野正弘は、文芸作家協会員という人たちは、恥ずかしいということを知らない人たちばかりだと、真面目に思ったものであると述べている。直樹は後に、 大衆文芸道人と名を改め、連合映画芸術家協会と同じ人形で、伸びを制作。牧野正弘は、大衆文芸道人も、連合映画芸術家協会も、相手は、活動屋だと高をくくって、食い物にしていたようだ。連中に振り回されて、牧野は、せいぜいどっかの雑誌屋の宣伝のための映画を客に、見せていたのではなかったろうかとしている。片岡千恵蔵は、 直樹の紹介で、牧野に入社するが、直樹が初めて脚本を書いたのが、知恵蔵主演のカラス組終幕始末期であり、以来直樹と知恵蔵はくっつきすぎていて、牧野正像は知恵蔵を、やや敬遠していた。知恵蔵は翌年牧野を脱退するが、牧野正弘は、今こそ言えることだが、直樹という男は35になるまで牧野から、銭だけ取って何もしなかった人はあり、そんな、 高利専門の男からの個人的な紹介であったことが当然ながら、最初から、牧野の不信感を買うことになり知恵造の不幸であったとこのスターの脱退について語っている。牧野プロの大作、中根儀列、ミノルロク中心グラは、当初直樹がどうしても原作を書かせろと言って聞かず、結局は一行も書けなかった。そこで、牧野正像は、 直樹と連合映画芸術家協会からこの作品を切り離すため、ミノルロクと銘打った。直樹に反感を持っていた牧野夫人の知性子も、このミノルロクには喜んで協力している。牧野肖像が失火の後描画しても、直樹は見舞いもなく、撮影所からパッタリ姿を消した。牧野正宏は、当時の私たち、若い牧野の連中は、とにかく、絹笠定之助。 伊藤大輔、二川文太郎、井上銀太郎らの先輩に追いつけ、追いつけで、現場で走り回り、頑張ったものだった。机の前で字を書いて、本を作り、映画や芝居の瓦の小じきつまり、私たちをおだてて、金儲けをし、偉くなられた芸術家の先生とは同じ志を持たなかった。少なくとも、芸術とは読むもんで、見るもんじゃないと、私たちは思った年。 直木賞ができた時には何や、これと首をかしげた、直木十三から三十五になっても、ついに彼の名作らしいのを全く知らなかった、愚かな私は、現在も続いている、直木賞に、一体どんな値打ちがあるのかと首をかしげずには、いられないのであるとしている。昭和初年の無制映画時代、直木は、京都の映画作家たちと関わり、 自らも3年間に9本の映画脚本を執筆し、そのうち1本は監督をした。脚本家デビュー作は、親友、菊池博士の小説の本案、恩衆の彼方に、で、1925年2月5日に、監督デビュー作は、江戸川乱歩原作の本案、一寸帽子で、1927年3月25日に、それぞれ公開された。脚本、 監督作のすべてが無性映画であった。また、原作については50本近くの作品が上がり、南国太平器だけで10作の映画が作られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。